こんにちは、ちあこです。皆様、彼氏への初ドッキリ動画にいいねが1000以上超えまして、改めましてありがとうございます。ということでですね、本日はゲストをお呼びしております。どうぞ。めっちゃ緊張してる緊張してる。はい、ということで、はい、本日のゲストは彼でございます。私の今日はキューピッドを踊ってもらう動画です。はい、はい、ということで、これから私が30分頑張ってキューピッドを教えます、指導します。で、どれだけ踊れるようになったかちょっと検証していきたいと思います。で、なんですけど、まずその前に、私まだ一切教えてないんですけど、どこまでとりあえず踊れるのかちょっとやってもらおうかな。昨日ちょっとキューピッドの動画見てたので、とりあえず教える前にどこまで踊れるのか、今の段階で、今の段階でちょっとやってもらおうかなと思います。だいたい基本なんでもやってきちゃうけど、ダンス系はめちゃくちゃ苦手らしいです。運動神経いいのに関係ないか。マッチでも踊れるのと一緒。俺のこと、はい、まあ置いといて、とりあえずあれ一緒にやりましょうか。それではバレエ素人の彼氏にキューピッド踊らせてみよう。ワンテンポ遅れる。はい、それではとりあえずまずは踊っていただきたいと思います。ちょっと一回だけ確認させて。もう一回切るって言ったら見てから見たね。ゆうたで手がな、確か難関やってなんか、足よりも手が難しいらしい。うん、あ、そう、できてるやん。それでは、私のアカペラで、うん、私が歌いますので、はい、一旦踊っていただこうかな。ちょっと下手くそで大変なことになっちゃうけど、はい、楽しんで見ていただけたらいいなと思いますので、はい、行ってみようとかね。はい、行ってみよう。もうやったからいい。何回もやる。はい、それでは出てきてください。はい、いいパッパッパッ。いいって合図。3、2、1。はい、ドドドドドですよな。3、2、1、はい。トゥルトゥトゥトゥルトゥ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 。3、2、1、はい。ダラッタッタダラッタッタダラッタッタ。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回行こう。3、2、1、はい。ダラッタッタ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 。あのな、言いたいことはわかる。だからやりたいことを やろうとしてることはわかる。だからそこをちょっと細かく教えていく。はい、ということで、今全く何も教えてない状態で1回踊ってもらったんですけども、こっから30分教えてどこまで変わるのか、ちょっと、検証していきたいと思います。30分測っていきたいと思います。開始。じゃあまずやりたいことは分かんない、
で、この低糖質と一緒になってるから、うん、こうなんかごちゃごちゃになってんだけど、うん、体の方向としてはこのおへそ斜め ここ近くっちゃね、最初は体の角度はここかここだけ、うん、で、それに手と足が一緒につくって考えたら、ちょっとシンプルで分かりやすいかな。お、7、6、5、4、3、2、1なりました。30分。はい、30分ね、経ちました。とりあえず、まあ、最初のところだけですね、はい、をちょっと教えたんですけども、30分経ったということで、ちょっと一旦踊ってもらおうかなと思います。どう？30分やってみて。30分でできるわけやん。まあでも最初はさ、もうとにかくもうこんな感じやね、まあこのイメージな、実際こうやってやってるから。でもとりあえず方向とか手教えたから、最初よりは全然マシになってると。はい、それでは30分ちょっとやってみて、どこまでできるようになったのか、はい、はい、でもちょっと見ていただこうかな。一発勝負。やっぱ30分しかなかったので、この最初のこれだけで精一杯でした。方向と手ができるようになったのがすごいなっていう感じかな、私的に。はい、ではもう早速やってもらおうかな。お願いします。改めて感じた。だからもしまだバレエしたことないっていう方、彼と一緒にやってみて、うん、そしたらちょっとバレエのダイエット効果とかちょっと分かっていただけるかな、うん、このダイエット目的で動画載せたわけではないけど、それもちょっと多分普段検証できたかな。使ってんのに筋肉とかもさ、うん、多分使われるから、うん、つま先伸ばすとか、うん、そんなんはさ、それ無理やけど、そう、そこまではね、ちょっとさすがに指導はできなかったんですけど、まあ、動きの流れを今回は雰囲気だけ、うん、雰囲気だけ。でも、ビフォーアフターで全然違うと思う。面白かったな。どうやろうかな。2人ともガチすぎたから、普通にほんまにやろうと思って。これ普通にさ、
ほんまにやろうとしてたらほんまにできへん、ただのできへんかった動画やもん。頭と体が合わない。そこが難しいけど、まあ、これ慣れたら全然できるようになると思う。はい、それでは今回はバレエ無経験、バレエ初心者、もう初心者もいいとこやな、の彼にキューピッドを教えたらどこまで踊れるのかという検証でした。頑張ったなっていう方と、もうちょっと頑張らんかいっていうね、両方の方、両方の方いいね、よろしくお願いします。はい、はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。全員でもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。カッ。お疲れさん。よく頑張りました。ありがとうございました。え、キューピッドって男の人踊るの？キューピッド男の人踊らへんよ。